クロスロード。お待ちしておりました。私は新監督の補佐を頼まれている先道しるべと申します。え、監督とか補佐って何のことですか？あなたはこの高校に来てくださった新しい野球部の監督さんですよね？もう驚かさないでください。全然違う人に声をかけたのかと思いましたよ。では、改めまずは監督のお名前を伺ってもよろしいですか？
説明します。本拠地を選びます。設定しますよ。以上が学校の設定です。
お待たせいたしました。一級に喜び、一級に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。地区大会1回戦の模様をお届けいたします。一塁側高千穂、三塁側先行チーム、一球一瞬にかける夏。左のさあ注目の立ち上がり、トップバッターは小栗。初球を打った金平、ボールを取る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー二平。初球から打ってった、抜けた、二平ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。初球打ち破ってった、中継白石。左の二平、1回の裏高千穂攻撃に入ります。先頭バッターは増尾、打ちました。打った、サードの頭上フラフラ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは1年生上村。打った、ファールボール。変化球、空振り三振。バッターは3年生金平。打ちました、引っ掛けた、樋口掴んだ、一塁アウト。これはアウトです。先行チーム先制点を防ぐことができるか。ワンアウトランナー二塁という場面で打ちました、初球打ち、レフトへ行った、きっと二塁ランナーそのままホームへ向かった。高千穂先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。ワンアウトランナー二塁という場面で尾崎、打ちました、樋口ボールを掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。膝元、空振り三振。藤巻先行チーム、何としても得点を挙げたい9回です。バッター豊島、マウンド上は大松。ボールツー、ボールスリ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 ー。空振り三振、バッターアウト。さあ相手にとって怖いのは地方球場の魔物、はピッチャー青葉。打ちました、ファール。打った、ターゲット2になる、あーっと落とした。記録はショートのエラー、ショートのエラー。
先行チーム、まずは初戦突破です。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。実況は私、堂前秀夫でお伝えいたしました。さあ、頂点に駆け上がるのはどのチームになるんでしょうか。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。三塁側左の、まずは1回の表、トップバッターは与田。打ちました。木口取った、ショートから一塁送球、アウト。バッターは2年生杉浦。高め、空振り三振。二塁、ナイスピッチング。初球打ち流した、スタンドに入りました。ファール。マシンで取ってアウト、スリーアウトチェンジ。二平、今日は上々の立ち上がりです。左の1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは小栗。打った、ぐーっと伸びて左に切れていきました。ファール。サークルチェンジ、空振り三振。低めの変化球にやられました。いきなりセーフティーバント、サードボールを取る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3年生白石。インコースのボール左へダイレクトで当たった。白石ナイスバッティングです。高校チーム、ここは先制点を与えたくない。ワンアウトランナー二塁という、初球を打ちました。二塁ゴロ、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。バットパスボール、白石今拾った。ツーアウトランナー三塁に変わります。どうだ、あっと抜けた。美里1点先制、1対0。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは2年生森。
さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターは相澤。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。内角ボール球打った、サード右横の掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー乾。打ちました、高めボール球打った、一塁送球アウト、勝利まであと一人。バッターは2年生木所。スタンドからは大きな声援が上がっています。高めボール球打った、内野ゴロ、小栗そのままベースに入ってスリーアウト、試合終了です。高校チーム2回戦突破です。2回戦を見事勝利しました。実況は私堂前秀夫でお伝えいたしました。熱戦が続く戦いもベスト8が出揃い、準々決勝へと進んでいきます。地区大会準々決勝の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、三塁側宮崎。甲子園大会へ向けいよいよ正念場を迎えました。さあ準々決勝プレイボールです。左のさあ注目の立ち上がり、トップバッターは長尾。初球を打った藤野、ボールを取る、セカンドから一塁送球アウト。バッターは1年生小暮。打ちました、打った、白石、落下点に入った、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは3年生種市。右の1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。さあ地方球場の魔物すら味方につけるのか。地方球場の魔物も顔を覗かせそうな場面で、初球送りバント、キャッチャー目の前、あーっと送球それた、記録はキャッチャーのエラー、キャッチャーのエラーです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは白石。流し打ち、レフト線にボールが飛んでいますがファール。
高校チーム、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でバッターは3年生芦澤、マウンド上は二平。打ちました。バッターは3年生今関。バッターは2年生金田。見逃し三振、二平ナイスピッチング。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二平いい投球を見せました。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは長尾。今日はここまで4打数1安打。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました。樋口掴んだ。一塁へ送る。セーフ。一塁はセーフ。リプレイをご覧ください。代打は島津。初球バント、サード掴んだ。一塁はアウト。ランナー二塁に進みました。高校チーム同点のピンチを迎えます。逆らわずに右へ切れていきます。ファール。打ちました。アルボー。打った。ファール。打った。引っ張った。種市追い込まれていますが粘ります。打ちました。打った。種市粘っています。高校チーム、これでベスト4進出です。準々決勝戦を勝利しました。実況は私、堂前秀夫でお伝えいたしました。今日は決勝戦進出をかけてベスト4の激突です。地区大会準決勝の模様をお届けいたします。三塁側高校チーム、一塁側サイト。ここで勝てば決勝戦、甲子園大会が見えてまいります。さあ決勝の舞台を目指す戦い、プレイボールです。左のまずは1回の表、先頭バッターはピッチャー小竹。打ちました。ファールボール。
めボール球打った、ピッチャー返し抜けた、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。打った、ファール、打ちました。1、2塁間の打球破った、中継、西山ナイスバッティングです。高校チーム先制のピンチを迎えます。低めボール球打った、破った、中継、西宮。左の1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは小栗、初球打ち引っ張った、ファール、打ちました、ファールボール、変化球、空振り三振。バッターはピッチャー。こういう場面で地方球場の魔物が顔を覗かせるか。セーフティーバントだ、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3年生白石、初球から打ってった、三遊間の当たり抜けた。高校チーム、ここは踏ん張りどころ。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは3年生曽我、マウンド上ピッチャーは二平。高校チーム、打った、掴んで、これでスリーアウトになります。先ほどのプレーです。二平、最後はバックに助けられました。さあ、いよいよ9回に入ります。先頭バッターはピッチャー小竹、今日はここまで5打数1安打。さあ調子を上げてくるか。高校チーム、打ちました、よく取った、小栗華麗にさばいてワンアウト。さあリプレイです。左バッターボックスには西山、ここまで5安打。打ちました、抜けた、西山いいバッティングを見せました。バッターは3年生西宮。あっと、いった、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。初球を持っていかれました。7対3、斉藤リードを4点に広げます。素晴らしい一発をベンチも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
高校チーム、あと一歩及ばず、ここで敗退です。残念ながら準決勝戦で敗れました。決勝進出はなりませんでした。実況は私、堂前秀夫でお伝えいたしました。
お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。三塁側高校チーム、一塁側青島。高校チームピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは1年生宍倉、マウンド上は青子。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました、アウトコースをつけた。ファースト、これは守備範囲内。豊島一塁、ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは岩村、第1打席は内野フライに倒れています。打った、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。打ちました、打った、セカンドゴロ、ツーコースだ、一塁アウト。高校チーム同点のピンチを迎えます。打ちました、初球打ち、これは内野ゴロ。豊島自分でベース、さあ追加点のチャンスを迎えました。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。打ちました、破っていった、レフトバックホーム、白田ナイス。バッターは2年生桑島、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。初球を打ちました、取ってこれで3アウト、チェンジ。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは岩村。打ちました、三遊間の当たり、破った、岩村いいバッティングを見せました。右のバッターボックスは5番中谷、今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました、当たり損ない、抜けた、中継、中谷ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。打ちました、ショートゴロ、ゲッツーコースだ、セカンドフォースアウト、一塁だ。高校チーム初戦をものにしました。青は見事な完封勝利、1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。実況は私、お待たせいたしました。一丸となってひたすら勝負、先行チーム2回戦突破です。青は見事な完封勝利、2回戦を見事勝利しました。
お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。さよなら負け。先行チーム
Thank you.
阪神甲子園球場です。高校チーム対有馬、この試合の模様をお送りいたします。高校チームの先発は左の高校チーム、見事勝利です。
お待たせいたしました。高校チーム。阪神甲子園球場です。高校チーム対栄冠高校、このゲームの模様をお送りいたします。高校チームの先発は高校チーム。ご覧ください、説明します。
ね。こちらが成長版です。監督、パネル情報ですよ。そうそう、
一丸となって頂きを目指します。地区大会2回戦の模様をお届けいたします。一塁側高校チーム、三塁側エビの観客に見送られて守りに散りました。さあ一球一瞬に思いを込めて、まもなくプレイボールです。右の青葉マウンドにあ、さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは奥井。打ちました、ファウルボール打ちました。ショートバウンド、ボールを掴んだ。一塁送球、最近うまくさばいています。バッターは2年生西宮。高めの変化球でスイングアウトを取りました。初球を打った、佐伯ボールを掴んだ。一塁送球アウトです。一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。青葉上々の立ち上がりを見せています。右の1回の裏高校チーム攻撃に入ります。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。おっとセーフティーバントだ。サードボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。機械のごとき精密さを発揮することができるか。打った、打ちました。左へどんどん切れていきます。アルボー、打ちました、抜けた。池本いいバッティングを見せました。さあワンアウト。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。二塁送球はどうだ、これはタッチアウト。打った、ファール、高速スライダー、空振り三振、アウトコース。高校チームピンチを迎えます。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、バッターは1年生ミキ。マウンド上は青葉。あーっとキャッチャー取れない。そして今拾い直した。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。流し打ち、ショートバウンド、ボールを取った。藤野軽快な守備を見せました。左バッターボックスは7番半田。高校チーム初球から打ってった。三塁ランナーはホームへ、抜けた、バックホーム、間に合うかどうか。
エビの2点入ります。バッターは3年生入江。キャッチャー取れない。佐野今拾った。ワンアウトランナー二塁に変わります。打ちました。打った長嶋一。スタンドに入りました。ファール。低めボール球打った。一二塁間の当たり抜けた。いよいよ最終回を迎えました。先頭バッターは奥井。さあラッキーボーイの本領を発揮することができるか。高校チーム、高校チーム、ボール球打った。一二塁間のゴロ抜いていった。奥井いいバッティングを見せました。打ちました。スタンドに入りました。ファール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは関口。今日はここまで4打数1安打。打ちました。初球打ち2塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。高校チーム
お待たせいたしました。球児たちの熱いドラマが今始まろうとしています。第1回戦の模様をお届けしてまいります。三塁側サイト、一塁側先行チーム、観客に見送られて守りに散りました。さあどんな戦いを見せてくれるのか、いよいよプレーボールです。まずは1回の表、トップバッターは佐伯。さあここは相手に揺さぶりをかけてくるのか。あっとセーフティーバントだ。ボールを掴んだ。ピッチャーから一塁送球、一塁セーフ。バッターは1年生。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。打った、ファール、ボールスリー。打ちました、ピッチャーゴロ、ゲッツーコースだ。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。右バッターボックスには佐野。打ちました、ファールボール、トライ、ボール、ボール。右の1回の裏、サイト攻撃に入ります。先頭バッターは桜井。打ちました、ショートバウンド、一塁送球、深い、うまくさばいています。右バッターボックスは水岡。打空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。初球流し打ち、切れていきます、ファール、打ちました、打った、打ちました、あっと引っ掛けた、内野ゴロ、取った、山口取ってアウト。先行チーム大きなピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面でバッターは1年生長男、マウンド上ピッチャーは山口。さあ究極の思考が解き放たれることになるか。打ちました、山口ツーアウト。サイト、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー大西。さあ調子を上げることはできるか。初球落ちました、ピッチャー正面、ピッチャー返し、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打ちました、ショート右への打球、アウト。さあいよいよあと1人、バッターは代打浅村。スタンドからは大きな声援が上がっています。直球、空振り三振。先行チーム初戦をものにしました。1回戦を見事勝利、2回戦進出を決めました。
お待たせいたしました。一丸となってひたすら勝利を目指します。第2回戦の模様をお届けいたします。一塁側、小林。先行チーム、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。打ちました、引っ掛けた、これは内野ゴロ、アウト。スリーアウト。先行チーム、力を及ばず。Thank you.